どうもこんにちは。本日なんですけど、ポケモンレジェンズアルセウス前回の続きからやっていきたいなと思います。ということで今日なんですが、ちょっとね、ボロですよね。裏切りのボロ、あのね、シロナの先祖ボロがめっちゃ強くてギラティナが倒せないんですよ。なのでちょっとねレベル上げしに行きたいなと思いますが、ちょっとまずその前にね、ちょっとね、その前レベル上げをまずするのと同時に、親分を倒しながら、倒しっていうか捕まえながらレベル上げでもできたらいいかなと思っております。ということで早速なんですけど行きましょうか。ちょっとギラティナがやばい。ちょっと待って、ポケモンちょっとね、メンバーポケモンを連れていくにあたりまして、お、いた。ちょっとね、こいつよ。このガブリアスを、レベル85か。言わないなら激輪ステミタック第1の力。こいつ結構主力として使えるんじゃないかな。で、今ちょっとね、お、今ちょっと全ての言うことがポケモンを聞くっていう状況なんで、まあ、ガブリアスを使ってね、戦っていきたいなと思います、これ。ちょっとガブリアス。エムリット。こうかな。こういう感じで。結構いいんじゃないですか。ちょっと待ってね。Google でちょっと今からどこに行くか。よし、じゃあ、まずね、パチリスを捕獲したいなと思ってて、ここか。ここにちょっと行ってくか。ここにね、パチリスが出るみたいなんですよ。あ、これより先には進めません。おお。いいね。ゴールタック。なにこれ、目光らしてるやつ。パチリスかな。違うな。お、ともしび。これもうすぐ近くにね、これより先進めない。なぜだ、あれ、これより先進めないんや。まあ、いや、この辺にちょっとね、パチリスちゃんがいそうな気がするんですよ。いるらしいんですよ、とりあえず。パチリスちゃん。ちょっと待って。
お、いたいた。失礼しました。まずこれ。よし。ね、これ光ってるなんか。ね。これ何？星の砂から。なんかルメール向かってるな。うわ、これなんか円になった。ボールから出ちゃった。いや、ガブリアスめっちゃ強いねこれ。で、モンスターボール。ヘビーボール。これ結構重たいから捕まるんじゃない？大丈夫？それの力が強まった。力技。そう、ガブリアス頼むぞ、ほんまに。いけ、ヒードラン。スターボール。
頼む、入ってくれ。なんかミネルゴンって可愛いよね。やばい。モンスターボール頼む、入ってくれ。ユクシーの力借りよう。頼む。モンスターロール。やばいね。よしよしよし。でモンスターボール。これを頼むで、ほんまに。うわリアルがさ、イメージね。これさ、なかなか捕まんねえな。よっしゃー、やっと捕まった。誰これ、何このポケモンは、何これ、何ヌメラ、あ、これ何、シェリの、何シェリって、ちょ、ヌメラおったな。よし、あ、じゃあちょっとね、
次は、これ、土台土足を捕まえたいなと思ってて、こっちか、なんかこっちに土台土足みたいなんですよね。はい、この辺にいるみたいです。土台土足さん。どこやねん、土台土足。あれ、ちょっと待ってね。ここにドダイトスがいるっていうことで、この辺にいるとの話ですね。いたよ、ドダイトス。ドダイトス、完全に捕まえたよ、これは。野生の力に溢れてます。やばいな、ぶちかましい。なんかドバイトスって結構さ、シンバルのパッキーよ。なんかその背中から火が入ってる。やばいやばい。ちょっと。じゃ、もう一回使わに行きますね。パチリスとドライトスを何としてでも捕まえたいよ。ウッドハンマー使われるとさ、自滅される恐れがあるよね。フェザーボール。あ、モンスターボールでいくか。結構きついけど。ちょっとね、ボロを倒したいんですよ、僕は。ボロに勝つために。ね、これ。あっちこっちとして。なんでこれ。帰り道どっちですか。間違えました。こっちですね。後でいいや。今度は。パチリスがいるとの話ですね。パチリスどこだ？パチリス降りてきたわ。ボスじゃない、パチリスから出てきた。
頼む、入ってくれ。お、パチリスニューですね。いいね。なんだこれは。よし、いました。パッチ、あっ、このパチスコアよ。モンスターバウル、はい、ちょっとドダイトス捕まえに行きましょうか。ドダイトス、なんかね、ドダイトスっていうポケモン自体が、ね、ダイパーだったかな。ちょっと、お、いたいたいた。うわ、やばいやばいやばい、やばい、あかん、これきついわ。モンスターボール入って、入ってくれ。しかましてやばい。
そう。でヘビーボール。ドライブって重たそうやからすぐに捕まる気するんやけど、捕まらへんのかな。あー、やってもた。甘いし欲しいわ。まあ、じゃあ次はね、ちょっとね、一旦ライチュウ捕まえに行こう。ライチュウどこだ。ちょっと弾いしかこれ。お、いた、ライチュウいたよ。イエーイ、オンスターボール。ボールでっか。ライチュウな。これハイパーボールとかの方が早いと思うんや。カチュウちゃんじゃないですか。このピチュウがいそうやな。ピチュウ、ピッチュー言うんじゃないかな。誰か焚き火した後。
大中はね、この辺にいるんですよ。カチュウ。ライチュウこの辺にいるんやけど、どこにいるんや。なんかいって高いから捕まえよう。ライチュいないな。この辺にライチュウくんがいるはずなんだけど、見当たらないね。ちょっと待ってね。ライチュいないわ。
これすごいよね。壮大。この辺のさ、あれ、ちょっと頭蓋と隅っからな。昼まで休もう。しっかりと休みますと、これで多分リセットされたんじゃないかなって思いますけどね。よし、これでちょっと、もうちょっと行きますか。多分ライチューがね、お、ライチューいそうな感じがしてるんじゃない？めっちゃライチューいそうよね。
と。ライチュいません。ライチュウ探してるんですが、いないみたいなんで、とりあえずね、意外とちょっと捕まえに行きましょうか。逃げろ逃げろ。スカイトスどの部屋だったっけ。なんかいいな。多分時間空けないと出てこないのかな。こいつは違うんよ。スカイトですね、時間空けないと多分出てこなさそうな気がする。
ちょっと一旦ね、ライチュウとレジリ、あいつだけ捕まえてきたんやけど、朝まで休もう。ちょっとね、よし、臭いわ。そうだろうお前。朝まで休みます。また出てこないんか。また消えたか。
激しいさ、これしんどいな。よし、じゃあちょっともう一回ライチュウ行こう。次はライチュウ大丈夫なんじゃない君と出会った奇跡が。よし、じゃあライチュウさんいませんね。来た。ライチュウね。頼む、モンスターボール入ってくれ。キャーキャズガイトスどこにおんねん。これか。多分今いませんね。多分いないです。ちょっと一回やりまし。ちょっとこれちょっとだけ休むとねダメなんだよ。でワンチャンちょっと時空のさゆがみも出てきてほしいよね。そろそろ時空の歪み出てきません？よし。
れ、ここに頭蓋骨背負ったはずなんやけど、おらんのかな。どうでしたね。はい、ちょっとね、また頭蓋骨がね、出てきてくれないんです。頭蓋骨じゃないわ。名前何やったっけ。ドダイトスです。頭蓋骨じゃないです。ドダイトスです。よし、そろそろいけんじゃない？お、いいね。じゃあ夕方までしっかりと休もう。よし、じゃあ行きます。またいないんか、ドダイトス。なんかしんどいな、こうやって見てると。ドダイトス来い。来ない。来ません。
ドカイトス君いませんね。お、来たか、ドカイトス。いない。ラルドスもゲットした。いいね。あ、いや、ちょっとね、あのね、この辺でね、ドダイトスが捕まえれないっていうことになってましてね。よしよしよし。どこにいるんや？か。
ってね。ナマズにちょっと取っていいですか。あー、でも土台と捕まえたかったな。この辺にナマズが出るとの話なんで、ナマズポケモン、ナマズですよ。さあ、来ました。大地の力。いいね。お、うまいのか。大地の力。でもだ。くそ。ちょっと待って、そろそろ疲れてきたな。あと5分で、すみません、あと、これ、1時間20分になったらちょっとね、切りますね。80分だったら切ります。ちょっとさすがに疲れてきたんで、僕も。やーべえわ、これ。なんでこんなあげてんの。てかちょっとこれね、やって、てかもうこれ多分無理やったら切りますね、ちょっと。これラストにしよう。お、来た。来たか。はい、ちょっとね、ドザイドス君は来てないようですね。あ、残念でした。ということで、こんな感じです。最後まで見てくださってありがとうございました。ということでね、ちょっともうこれ以上やってもね、
ラチが開かないのかもしれないんで、一旦切ります。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。次回この続きをね、ちょっとやっていきたいと思いますので、よければね、皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。あと、Twitter、インスタ、TikTok もやってるんで、動画下、概要欄、リンクからフォローよろしくお願いします。では、じゃあね。